アルバート湖周辺の地図アルバート湖又は、モブツセセセコ湖は、ウガンダとコンゴ民主共和国の間にある湖。アルベルト湖とも呼ばれる。大きさは約160キロメートル、約 160km、30km。深さは、最大 51m。世界、第27位、アフリカで7番目の広さである。アルバートの名は、イギリスのビクトリア女王の夫、アルバート湖にちなみ、モブツセセセコは、 今後民主共和国の独立にあたり、実権を掌握し、国名をザイールに変えた、軍人、政治家の名前にちなむ。いずれも、稲子殺しの意味で東岸のニョロ人は、ムーイタンジゲ、北岸のアルア人は、ウネクボニョと呼ぶ。アルバートコは、ナイル川の上流部に位置する。グレートリフトバレーの一部である。流入の大部分は、ビクトリアーナイルからであるが、 エドワード湖からセムリキ川も流れ込んでいる。湖の北からアルバートナイルが流れ出している。1864年にサミュエル・ベイカーがヨーロッパ人で初めてこの湖を発見した。2006年に英国の石油関連企業がウガンダ側の湖岸で石油を発見。その後大きな油田であることが確認された。2011年に生産開始が期待される。 湖の境界線で隣国の今後民主共和国と係争中。今後側のイトリ州ではヘマ族とレンズ族による民族対立が繰り返されている。過去には大規模な衝突では数万人規模の死者が生じているため集落への襲撃の噂が立つたびに多数の地域住民がアルバート湖へ船で乗り出し一時避難する姿が見られる。ありがとうございます。